皆さん、こんにちは。ジョーです久しぶりにこちらのチャンネルアップデートをしようと思いますし、まあ、あとはですねこれからまた継続的にこの動画を上げていければというふうに思っています。ちょっといろいろあったので、どこかのタイミングで、えー、まあそういった背景のこともお話ししようかなと思うんですが、まずはですね今の株式マーケット、非常に好調な状況が引き続き続いていますね。おそらくこれは今後も継続して続いていくんじゃないかというふうに、まあ、僕は思っているんですけれども、き、まあ、今日はです、ね、それにまつわる 関連情報や、まあ、関連ニュースがですねちょうど出てきておりますので皆さんにご紹介をさせていただければというふうに思っております。であたはですね、今日はちょっとご紹介をしたいのが、えー、まずはですね、ここ最近の一番重要なこの投資をする上でのトピックなんですけれどもまず一つ目、こちらは変わらず米国の金利状況、まあ、いわゆる金融政策の方向感ですよね。まだまだだ引き続き続 なかなか利下げのタイミングが分からない状況が続いていますが、まあ、この状況がどういったタイミングで変わってくる可能性があるのかというところについても今日は少ししお話をしたいいかなと思っています、まあ、あとはもう一つは大統領選挙なんですがトランプさんが大統領になるだろうというふうに思われている今状況がかなりまあ強くなってきているというか勝つ確率がかなり高いんじゃないかというふうにも言われているのでそういったところがどういうふうにこの 株式マーケットに影響があるのかそしてもう一つすごく重要なのが為替のマーケットですよねここに対してどういうような影響があるのかというのを我々は理解しないと例えば日本の株式マーケットで買っていたとしても実際は全然そんなに資産が増えているようにはまあドル換算では見えなかったりとか、まあ、あとはドルも今後上がっていくというふうに思われていると僕は思っていて。 それを踏まえた上でいるとやっぱりですね日本のアセットよりも海外のアセットに対してどう投資をしていくかというのが非常に重要になってくるのでそういったところもですね今日は少し皆さんと一緒に考えられればなというふうには思っていますまあ逆にそこが考えられないとなかなかですね今年そして来年は資産が増えづらい状況になるんじゃないかなと思いますので 積極的に外貨に投資をしていく外国株や、まあ、仮想通貨もいいかもしれませんが、まあ、日本円以外のアセットクラスに対して投資をしていくというようなことをやっていくと、まあ、僕はですね資産が増やせていけるんじゃないかなといいう,うには思っています、はいまあ、あとはですね新しくちょっと以前から皆さんにもご紹介させていただいたんですがバンテージというですね えー、仮想通貨そして株、為替あとはコモディティであったりとか債券にもですね投資できるプラットフォームが外覧の方にリンク紹介をさせていただいておりますで今、ですね日本ではそんなに聞いたことがないかもしれませんけれどももう13年以上のビジネスをやっていて世界的にはですね本当世界でトップぐらいなボリュームを出しているプラットフォームになっているので、まあ、世界的にも信用はかなり高いですねでそして今、ですね登録ボーナスが非常にいい状況になっておりまして。 今、登録するだけで1万5000円でそして初回入金のです、ね、ボーナスに関しては登録から1週間以内にしていただくと通常100%ボーナスなんですけれども120%のボーナスがもらえたりとかあとは2回目の入金に関しても入金額の50%のボーナスをもらえるということで。 ま本当にですね、ボーナスも優れているし、プラットフォームとしても本当に皆さん1回使っていただきたいんですけれども、で彼らの使いやすさの源泉なんですけれども、まあ、自社アプリを持っていて、この自社アプリの設計がですね、めちゃくちゃ使いやすいんですよね。なので、もうぜひですね、まだ使ったことないという人は、もう騙されたと思ってえ1回使っていただくと、まあ フラットもすごい使いやすいし、まあ、あとはボーナスも非常にたくさんもらえるということで皆さんの手元の資金をですね、そんなにたくさんつぎ込まなくても、まあ、比較的大きな金額で投資が、ね、始められるということでぜひです、ね、皆さんに1回使っていただければと思っております。と、はい、いうことでまずはですね、今の市場環境をまず見ていきましょう。まずは、 ダウがですね、今日はプラスの0.19パーセント、S&P がプラスの0.19パーセント、ナスダックがプラスの0.61パーセントとなっておりました。最近市場に関しましては、今日はですね、金利が上昇しておりまして、10年債に関しては約8ベースの上昇で4.48パーセント、そして2年債に関しては約2ベースの上昇で4.87パーセントとなっておりました。為替もこれ本当にどうなってんだよっていう感じですが。 今です、ね、ドル円がなんと161.42というところまで上昇しておりました一時は、ね、161.80までいきませんが75セント超えるぐらいのところまで来ておりましてもう162ドル目前なんじゃないかというところまで来ていますよね。 でそしてこれがですね今後さらにどん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 円が弱くなっていく方向に進んでいくんじゃないかという見方非常に強くなってきているのでここのロジックぜひ確認いただければと思います。まあ、あとはですね仮想通貨に関してもこのタイミングでボーンとまた戻ってきておりまして現在ビットコインは6万3000ドルそしてイーサリアムに関しても3400今50ドル60ドル近辺となっております。で仮想通貨ののですね7月月マリについては6月が マイナスだった月、まあ、今回、ですね6月マイナスだったんですけれども、過去を遡ってみると、毎月ですねプラスに転じているというようなアノマリーがあるので、7月はですねかなりいいパフォーマンスが出せるんじゃないかというような期待が今、高まっていて、かつ、月賞、もうこの7月1日からパフォーマンス非常に良かったので、幸、まあ、先よくそこに資金が今、流れ込むだろうというふうに言われています、はい。あとはですね、コモディティに関しては、今回またですね、まあ、あの好調な まあ現有というかあのコモディティテになってておりまし1.8%の上昇で現在83ドルの上昇とあの価格となっておりますとあとはゴールドに関してはそこまで最近大きな動きはありませんけれども2337というところで引き続きまあ高水準が続いているとで今後短期的にですね金利が下がってくるんじゃないかというふうに言われているんですよ。そそこで大きくコモディティテや仮想通貨そして 株式が、ね、ブーストされるんじゃないかというような期待も高まっているのでぜひです、ね、皆さん、最後までどういった背景でそういうふうに今言われているのか、えー、見ていただけると嬉しいですはいで今日ですねこちらナスダックの動きなんですが、まあ、最近大きくぶっ飛んだ後にレンジ相場が続いていて今後どういうふうになっていくんだ金融政策どうなっていくんだ、まあ、そういったところが注目されているわけなんですが今週の金曜日ですね ななんといっても大注目ののが米国の雇用統計になっています雇用統計については前回はです、ね、予想よりも大きく数値が伸びたことによって利下げの期待感というところが非常に大きく剥落しそして全体的な弱き相場ではいないですが一旦ちょっとボーンと下がってしまうようなタイミングもありましたけれどもこれがですねまたあの期待を持たされるような展開になるんじゃないかというふうにも言われています。はいまあ、今ですねやっっぱりちょとと我々として 気になっているポイントとしてはあのはは経済としては別に悪くなないわけなんですよただしやっぱりですね期待よりも強すぎるというのはちょっと困るわけですよね。f m c で議論していく中でやはり CPI だったりとか物価上昇率に関してはしっかりと落ちてきている状況は今まさにあるというふうに持っている人がですね認識を持っている人が非常に多いと思うんですけれどもパウエル議長も言ってますが今複合的に考えて まだ利下げできない状況ですよねというふうに言っているのでやっぱりこういった今大注目の雇用とかの数値がやっぱりある程度落ち着いてくる必要があると思いますので今、ですね CPI よりもこの雇用統計の行方というものが金融政策の方向感をもっともとは言わないまでもま本当 CPI とかそういったところと同じぐらいですね重要視されているんじゃないかなと思います。あととはちょっとさっさきのののドル円の今このチャートなんですけれども もう止まらないですね、えー。そしてこれはまだまだ上がっていくんじゃないかというふうに言われています。今の環境が続けば、このドル円で介入がたとえ入ったとしても上がり続けるでしょうね。なので今ですね、FX 取引やってる方に関しては介入が入ったらもうこれかなり買いのチャンスだと思って買ってくる人たくさんいると思うんですよね。まあそういった時にこそボーナス使っていた,いたりいただいたりとかっていうのもしていただいてもいいと思うんですが。 やっぱりですね介入がマーケットを止められたことっていうのはですねもうないと思うんですよね、過去をさかのぼってみても短期的にあるかもしれませんがそのトレンドを変えるまでは行かないというのがやはり介入なんですよ。で、これはですねもう多くの方は分かっていると思いますし今、どん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 2年歳と10年歳の金利っていうところの相関係がですね変わってきているんですね。ちょっとそこも皆さんに見ていただきたいんですがまずちょっと2年歳の金利の今、動向を見てみましょう。はいこんな感じで なかなかあの金利が伸びていかない状況ですよね、はい、で10年債に関しては今はこうやってビヨーンと伸び始めているとで、この金利が伸び始めている一つの理由なんですけれども大統領選挙の行方なんですねで今トランプ大統領が誕生するというふうにも言われておりましてこれが大きな引き金に今後なっていくんじゃないかというふうにも言われています後ほど詳しく見ていきたいと思いますのでぜひ最後まで動画をご覧いただければと思いますはい、でまずはですね、今日発表がありました 米国の ISM 製造業景況指数の数値なんですが3か月連続で活動が縮小していますそして仕入れ価格に関しましても昨年5月以来の大幅な下げになっていました引き続き52.1という数値はあるんですが非常に減速をしていますでこの上がですね経済の状況なんですけれどもまあボーンと50ぐらいの数値から今48.5まで数値を下げていて。 こちらが先ほどのプライスインデックスですねが 60, 近く60を超えている数字から52.1というところまで下がってきておりまして経済の縮小というところが、まあ、やっぱり懸念というか、まあ、少しマーケットとしては危惧というかあの不安視しているような状況ですねただしこれは今景気が減速しているということでもあるので 金融政策という観点からすると利下げがしやすい状況にはあると思いますので、まあ、これは我々にとってまあいい傾向だとは言えるんじゃないかなと思いますね。はい、でそんな中でニューヨークの連銀総裁は FRB はですねインフレ率2%達成の道を進んでいると確信してますということを言っています。金融当局が2%のインフレ目標をを持続的に達成するるる道を進んででいいいととと私は確信しているということで もちろん1人の人の発言なので、まあ、すぐに利下げだとかいうような議論にはならないと思いますが、まあ、時間をかけていけば着実に確実に利下げをしていく方向に今向かっているととうことですねで今回のこの ISM の数値もそうですし、まあ、あとは今週の金曜日の雇用統計が本当に我々にとって望むような数値になれば9月の利下げという可能性についてもまだマーケットは強く見ているので。 可能性としては十分あるんじゃないかなと思いますでその今9月の利下げの状況なんですがどれぐらい織り込まれているかというと35.6%、うん、ちょっとまあ難しいかなというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんが引き続き可能性としてはまだ強く残しているような数値かと思いますで、11月の7日の数値が23%ということでこれ誤差ですねこの9月か11月かなんていうのはなのでこの7月の数値というものが 非常に非常に重要になっていて7月そして8月でかつ9月の頭の数値というところも改善していけば利下げはまあ十分あり得るんじゃないかなと思いますただしそこに対しての期待しすぎというところはあまり良くないんじゃないかなというところと9月に利下げしなかったらもうダメだというわけでは全然ないと思うんですねなのでそういった利下げの可能性が直近高まってくるようであればまあやっぱり米国株やあとはリスカーセットに関しては 買いいやすい市場環境になってくるのかと思いますので、まあ、ディップが来れば、まあ、急速な下落が短期的に来れば、そこは買いのチャンスになるんじゃないかなと思います。まあ、あとはそんな金融政策に関しましては、世界的にはですね引き続き利下げの傾向が見えておりまして、ECB は年内に追加で2回の利下げを予想外の事態がなければするんじゃないかというような発言が、リトアニア中銀総裁から出ています。はいまあ、こういった可能性がですね今あの その強く織り込まれているかというとまあ,あの人によっては意見割れていると思うんですけれども結構ですねユーロ関係まあ ECB 関係の数値というものがやっぱり落ち着いてきていてでかつ景気も減速しているということであまりですね高い金利を維持したくないというのが意図としてやっぱりあるんじゃないかなというふうに思います。これはですねアメリカも うーん似たような状況とまではいかないまでもやっぱり高い金利の維持っていうのは、まあ、怖いわけですよね景気が思った以上に大きく減速する可能性があるそしてそれがですね、まあ、手遅れになれば金利をですね低下させたところでそのインパクトがマーケットに対してマーケットっていうのはいわゆる市中のですね景気に対してインパクトを与えるまでには時間がかかってしまうので、まあ、本当に景気がボーンと落ち始めた 後にまあ、すぐに利下げだというふうに言ったとしても、まあ、それは、えー、短期的にその経済を救うような要因にはなかなかならないんですよね。はい、まあ、そういったことを考えると、まあ、今のインフレをですね対峙したいバイデン大統領に関しては金利を下げないかもしれませんが、まあ、やはり景気をまブーストしたい景気の減速というものをですね奇遇、えー、するようなことがトランプ大統領が誕生してそういったことを思えば利下げを早急に。 まあ要求するみたいなことも全然あるんじゃないかなと思うので、えー、この大統領選挙というのは本当に大きな、えー、景気に対しても、まあ、市場に対してもインパクトになってくるんじゃないかなと思います。はい、でまあそんな中ですねトランプさんが今勝つならイールドカーブはスティープかということをモルガン・さンレーが言い始めましたスティープかって何かスティープっていうのは急なってことなんですけれども、まあ、今回ここで言ってるのは短期の金利と長期の金利の差が開いてくるっていうことですね。でかつ今回今回 さっき見ていただきましたが短期の金利に関しては今動いていませんが10年債の金利上がっていってましたよねこれはトランプさんの政策が短期的には経済を悪化させそして長期的にまあ長期的にもう少し長い目線で見ると金利を上げていく今後大量に債券を発行して金利が上がっていく方向の政策を取るというふうに言われていることでもうすでにですね、マーケットはトランプ大統領誕生のシナリオを描いた 取引っていうのをですね、すでに始めています。で、短期的にトランプさんが今やろうとしている政策というのは、景気をですね、少しやっぱり加速減速させてしまうようなものになるんじゃないかという,ふうにも言われていて、やはりですね、金利低下というものを招くというふうにも言われています。そうすると、ドルが下落する。ドルが下落すれば、コモリティだったりとか、まあさっきのコモリティというのはゴールドですね、メインに。そして 仮想通貨の上昇というところも期待できるんじゃないかなと思うのでまあそういったですね、アセットクラスの歪みがこの大統領選挙によって大きく生まれる可能性があるのでもう収益のですね、チャンスというものがもう至る所に出てくる可能性があるそして長期の金利が上がっていくイコールドル円に関してもやっぱり長期的に 上がっていくまあ、つまり円が安くなるという方向を向いていくですね、可能性がかなり高いんじゃないかというふうに言われています、はい、円の下落というのはそんな簡単には終わらないということですねそして短期的に介入が入ったとしてもそれは円売りのもしくはドル買いのサイドチャンスになるということで えそこはですね短期トレーダーの方々がもう今か今かというふうにま待ってるんじゃないかなと思いますのでまあ皆さんももし興味があればまあさっきも言ったバンテージとかのボーナスを使ってえ取り組んでいただくというのはですねいいんじゃないかなと思います。はい、でえそれを踏まえた上でのニュースとしてえこちら円安止まらずタイドルで一時161.70円というところまでいきましたで米国の長期金利が上昇というところが1つ大きな理由と言われています。そして 今の状況を見てみる限りまだまだ長期金利は上がっていくもしくは米国と日本の金利差っていうのが開いていく可能性があるというところだと思いますのでこの傾向はやっぱりですねやっぱりですね大統領の政策だったりとか国としての方向性に対して逆らうトレードというよりもそれに沿って取引をしていくというのがまずはあの鉄板というかですね 多くの方々がもう避けて通れないまあ勝つためのまあ一つ大きな、えー、指針みたいなものになってくると思うので、まあこのドル円のいわゆる買いドルの上昇というところは、えー、まあ今後もですね続いていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ってことで皆さんいかがでしたでしょうか、えー。やっぱりこんな市場環境の中でもナスダックがサンドピークそしてダウをアウトパフォームしているようなテック株好調な市場環境というのは。 変わらないそして、続いていきそうですね、ここ最近の AI 関連のプロダクトの開発とか状況を見ても、ですねこのトレンドが変わっていくとは到底思えないですし、この市場の流れは続いてまだまだいくでしょう、そして、金融政策に関しても、あと1ヶ月、2ヶ月くらいで、利下げのタイミングが見えてくるというふうに思いますので、そうなってくると、よりポジションを取りやすい市場環境、整ってくるんじゃないかなと思いますので、 まあよりですねあのちゃんとトレンドが見えたからお金入れようというまあいわゆるリアルマネーとかまたロングしかできない人とかまあそういった人がですねえより入りやすい環境になってくるんじゃないかなと思いますのでチャンスもっともっと増えてくるんじゃないかなと思います。でやっぱり今のこういった最終的なまあトレンド確定みたいなところがですね見えてくる前に仕込んでいた人たちがより大きな利益をですね出せるようなものがまあ投資だと思うので是非ですね皆さんも えーまあ、積極的に今、まあ、投資するというふうな、まあ、の言い方が正しいか分かりませんが、えー、そういったことが、まあ、の皆さんも思っていればですねリスクさらに取ってみてもいいのかなと思います。まあ、あとはリスク今のところまだ取れてない人は取る必要あると思いますし取れてないあもう十分取ってるという人は全然取る必要ないと思うので、まあ、それぞれのポジショニングを考えながら、まあ、今こういう状況で今自分はリスク取れてないから 取ろうもしくは今もう取れてるから、まあ、こういったタイミングでの、えー、さらに追い買いっていうんですかねあのさらにリスクを取るっていうのは、まあ、取る必要ないしここでもう株ではもう取れてるから FX で、えー、自分は取リスク取れてないからリスク取ってみようとか今後のドルの低下によって、えー、コモリィティとか仮想通貨が上がってくるであろうからそこまだ自分取れてないからそこのリスク取ろうみたいな感じの、まあ、考え方もあると思いますので一、まあ、つに必ずしも 資産をですね特化して投資をするというよりも幅広いものを見ておけばいろんな投資機会が今後さらにも出てくると思いますのでぜひそういったところも参考にしていただけばと思います。はいでこのチャンネルはですねそういった幅広いアセットクラスを見ながら皆さんにこういった観点で物を見たらどうですかこういった観点でどうですかっていうものを皆さんに提供するようなチャンネルにもなっているのでぜひですね見ていただけだとて嬉しいですしまた仮想通貨興味あるよという方に関しては僕別で仮想通貨のチャンネルの 運用もですねしておりますのでそちらの方も見ていただけると嬉しいです。と、はいうことで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。